ひなびた雰囲気を醸し出す、かやぶきの茶屋茶屋は、日本において、中世から近代にかけて、一般的であった、休憩所の一形態、休憩場所を提供するとともに、注文に応じて、茶屋和菓子を提供する、飲食店、甘みどころとしても発達した。茶店とも言う、現代の日本社会において茶屋は、ノスタルジーの対象であり、日本国外にあっては、 日本情緒の象徴の一つである。そのため、観光を主とした演出上の目的から、これを再現した店舗及び観光施設は数多く存在する。紅葉の中、和の風情が提供される、交通手段が、徒歩に限られていた時代には、宿場及び峠屋、その前後で見られ、これらを、水茶屋、かかり茶屋、ご茶屋といい、街道筋の所定の休憩所であった。 立場にあれば、立場茶屋と呼ばれていた。また、茶の葉を売る店は、葉茶屋という。店先では、縁台に、紐汚染や、赤い布をかけ、赤いの伊達傘を指してあることも多い。十米茶屋と、近松門左衛門の真珠物、真珠珠、井筒などに出てくるような西風族を売り物にする店は、当時、色茶屋と呼ばれており、その頃は単に、茶屋という場合にはこの色茶屋を指していた。 この他にも、引き手茶屋、待合茶屋、出会い茶屋、相撲茶屋、料理茶屋など、様々な名称の様々な営業形態の茶屋があった。料理茶屋の中には、江戸時代に創業して、現在も料亭として営業している店もある。現代の日本では、主に観光地や景勝地で営業しており、土産物屋を兼業している場合も多い。その他、茶屋という言葉が現代日本人に与える教習の、 イメージを野号に取り入れ、茶屋とする飲食店も目立つ。東京国立博物館、本、71番職人歌合わせ24番。右、創業の一服一線が抹茶を進めている。左は、千字物売り。加納貞信、正信まさによる、模写の作、仏法像が中国から、茶の苗木を持ち帰って、日本で喫茶の習慣が広まり、まず自社や貴族、武士など、 支配階級で茶が飲まれた。室町時代の1400年頃になると、当時の門前などで、参拝客に茶の湯一杯を安価で供する一服一銭などが生まれ、これらを通して一般人にも喫茶が広まっていった。この一服一銭が茶屋の原型となるが、当初は縁日などに茶道具を持ち込んでの立ち売りが基本で店舗を持たないものであった。1403年の 当時ユリ文書には、南大門前、一服一銭受け文があり、門前への出店には制限があった。また、当時の工房さんは、一服一銭が店を開いたことが、市の始まりであると言われている。室町時代中期、1500年頃の71番職人歌合わせでは、創業の者が座ったままで抹茶を供しているが、安土桃山時代の楽中楽合図などでは、 立ち売りの姿が描かれている。また、16世紀の藤水屏風と釈迦道春景図屏風では、小腹を満たすための串刺しの炙り餅のようなものを飽きなっている様子も描かれている。後には、社寺の門前に小屋掛けをするようになり、このような係か屋は一戦舎屋と称されるようになった。社会が落ち着いた江戸時代には、宿場町を中心に各地に水舎屋などとして広まり、 また、女性店員が休時するようになっていった。名所への中には茶屋を描いたものがいくつか見える。最低限のものしか置いていない簡素な、で茶屋もあれば、いかにも繁盛している様子の大きな茶屋もある。一、袋井、袋井塾、で茶屋が描かれている。二、大津、大津塾、名物、走り餅を売る茶屋が描かれている。三、基礎街道板橋の駅、板橋塾、経済衛線が、 出茶屋を描く。四、基礎街道上げおしくかもの社、あげお塾、経済衛線が神社近くの立場茶屋。五、基礎街道高崎、高崎塾、宇田川広重が六、基礎街道奈良い塾名三点の図、奈良い塾、経済衛線がはじめは、峠道の険しさから切実に求められた立場茶屋であったろうものが、店として随分にぎわって見える。 江戸の町中の茶屋を再現したもの、焚木をへっついにくべて茶を沸かしている石川県金沢市、総じて金沢三茶屋街、金沢茶屋街と呼ばれる。ありがとうございます。